ナックビーナスは日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2018年のキーインランドカップ。馬名の意味は、冠名美の女神。2017年から2020年のオーシャンステークス4年連続2着という珍しい記録を持つ。2013年3月11日、北海道千歳市の社台ファームで誕生。2015年5月の千葉サラブレッドセールでは、公開調教で2回を24秒5、1回を11秒1という好タイムで駆け抜け、小松金也によって2000万円で落札される。育成時代は獣医に見てもらうことがほぼない、健康体で、セール時点ですでに500キロを超す雄大な馬格を誇っていた。同年10月にデビューするが、4戦続けて、副賞圏内に入りながらも勝ちきれず、2016年1月の未勝利戦で初勝利を挙げる。3歳春に500万下条件戦と、青いステークスを連勝して、オープン入りを果たし、以後短距離戦線で活躍を続ける。逃げても控えても安定した成績を残し、オープン特別では、通算4勝を記録したものの、重賞では、前線止まりで長らくタイトルに縁がなかった。5歳となった2018年は、2度目の挑戦となった、高松宮記念で10番人気ながら、勝ち馬ファインニードルから0秒1差の3着に好走。函館スプリントステークス3着を挟み、3年連続での出走となった、キーンランドカップでは、名手ジョアン・モレイラを鞍上に迎え、2馬身半差で逃げ切って12度目の挑戦で、待望の重賞タイトルを手にした。モレイラにとっても、この勝利が初の JRA 重賞制覇であった。スプリンターズステークスでも引き続き、モレイラが騎乗し、ファインニードルに次ぐ2番人気に押されたが、3番手追走から伸びきれず7着に敗れた。その後は、ダートの JBC スプリントに挑戦するが、全くいいところがなく15着に大敗した。2019年は、年明け初戦のカーバンクルステークスで58キロを背負いながら2着と健闘した。オーシャンステークスでは斤量54キロで出走し、前走敗れたモズスーパーフレアに僅差の2番人気に押されたが、逃げたモズスーパーフレアに並びかけることはできず3年連続の2着となった。その後初の外国への遠征となる香港に遠征して、チェアマンズスプリントプライズに出走したが、結果を残せなかった。12月には、リステッド競走のラピスラズリステークスで1年半ぶりの勝利で8勝目を挙げた。2020年は4年連続の参戦となるオーシャンステークスに出走。単勝オッズ 5.4 倍の3番人気の評価となった。2番手でレースを進めたが、ダノンスマッシュに1馬身2分の1離され2着、4年連続の2着となった。その後第50回、高松宮記念に出走して14着に敗れ、これが引退レースとなった。4月1日付で競走馬登録を抹消され、北海道千歳市の社台ファームで繁殖牝馬となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。